浄化開始。
ほら、お客様が来たようですよ。待っていましたよ、エージェントアーナス。ヨルドに血を奉納する？ エージェントアーナス、今日は私から質問させてください。よろしいですか？うん、構わないよ。アーナス、あなたはあの魔剣をどう思いますか？ どうって言われても大きな剣だなとしか思わないけど。そうですか。あれ、期待外れだった。教皇庁は魔剣ヨルドについても研究を進めてきたのですが、最近ある結論に達しました。すなわち、 魔剣ヨルドは夜の君の剣であると。あの魔剣が夜の君の？ここは夢世界です。ここにある存在は全て現実の世界で本体が眠りにつき、その精神に現れた。
この私も精神体です。本物の私は教皇庁の奥ベッドの上で眠りについています。ですから魔剣ヨルドの本体も現実世界にあると思われていました。これほど青い血を吸収した剣です。ロジエ・クロックが突き止めてくれると思っていました。ですが見つからなかったのか。この地上のどこにも存在しないもの、この世から封じられたもの、それは一つしかありません。夜の君自身です。エージェントアーネス、あなたの意見を聞かせてください。この魔剣が夜の君の一部だったとしても今まで通り維持するべきだと思う。青い血を下手に分散させるより魔剣に集めて管理する方が安全だ。確かに。ですが新聖女のリュリーティスの負担になるとは思わないのですか。え？もし魔剣ヨルドが目覚めて夜の君の手に渡ってしまったら、リュリーティスは危険なのでは。そうか。でもそんなことにはならないと思うよ。リュリーティスは私が守るから。時間ですね、エージェントアーネス。あなたの考えは分かりました。ひとまず魔剣ヨルドは現状維持としましょう。大丈夫なの？そのために選ばれた身ですから、闇に落ちないことについては自信があります。それに魔剣ヨルドは夜に有効だと伝えられています。万が一夜の君と戦うことになったら、この魔剣が役に立つかもしれません。夜との戦いか。それでは次のデスタンで。浄化開始。カルピスカットニコ。
アルフィエ、